基礎街道69時塩尻塩尻塾とは、中仙道69時の内江戸から数えて30番目に、あたる宿場。塩尻塾現在の長野県塩尻市、中心部東寄りの塩尻町に所在。A66 年、武田市によって、塩尻峠の西側に、天満宿として整備された。中仙道が、江戸時代初期の慶長年間に、大久保長安によって整備された当初は、 当初を通らず、下諏訪塾から三重川塾を結ぶ最短経路であったが、この区間が難所続きであったため長安の死後に経路が変更され、旧宿場の南側に隣接する形で新たに整備された。初期には松本藩の玄関口として栄えたとされるが、教皇10年以降は天領になり、幕府の塩尻陣屋が置かれた。 明治15年、翌16年の二度の大火で、町の大部分を消失したため王子の様子を止める。ものは少ないが、堀内家住宅など貴重な文化財も残されている。塩の道と呼ばれる千国街道、山州街道の分岐点でもあり、三河国からは南塩が、また糸豊川からは、安曇の経由で北塩が運ばれた。宿場解説の際に、聖誕沼姿街に、荒れ神社、 東端に英福寺を遷座させた。宿場は、松本、安曇野、諏訪、伊奈、基礎方面の分岐点にある、交通の要衝で、東から、上町、中町、下町に分かれ、ことに、塩尻神社が置かれた中町に、豚屋、本陣、旗子が集中していた。天保十四年の中仙道宿村大外町によれば、塩尻塾の宿内屋数は百六十六件。 うち本陣1件、脇本陣1件、旗子75件で、宿内人口は794人であった。本陣は川上家が世襲した。平室一律塚街道を挟んで北側と南側の一律化が保存されている。荒井馬宿までの史跡、見どころ中仙道の宿場には旅人によって様々な民謡が伝えられ、塩尻塾の塩尻陣区もその一つである。 主な歌詞は、諏訪のおじさん土壌をくさげて、花の塩尻とぼとぼと、いこか塩尻回路か、あらゆまいここが、死案の気境が原などである。現在の塩尻駅周辺は、江戸時代には、塩尻塾とは別の集落の大門村であった、AB、門川日本地名大辞典二十長の県 P545 門川書店1990年、大辞船小学館。ありがとうございます。